RC東5。どうもこんにちは。ラジコの方です。はい、今日ねまたスペシャルゲストなんですけれども、今までもう何回も出てくれたことがあるもみじさんね、今日もまたすごいマシンを持ってきてくれました。でね、その前にちょっとまたお話があるんですけれども、中学校とか高校の時に卒業の時とか、やっぱりみんなお別れして悲しいじゃないですか。その時に例えばそのいろんな女の子とかいろんな人から思い出ノートみたいな感じで一言書いてみたいなことありませんでした？そういうやつ。ありましたね。ありましたよね。したね。で、まあ、たまたま偶然会った女の子がいて、中学の時の同級生だったっていう。で、その時にその思い出のそのノートとかそういうの書いてくれたよねっていう話して、例えば、水谷くんはあの学芸会の君の演技良かったよとか、あと一緒に掃除もやったよねとか、そういうすごいいい思い出だったよとか言っていうこともいろいろ書いてあったらしいんですけれども、でその女の子が加藤くんなんて書いてあったか覚えてますかって言われて、いやもう全然覚えてないって。まあやっぱりそういう思い出なんで、まあちょっとらしいことでも書いたのかなって思いますよね。そうですね。そうですよね。加藤くんが書いてあったので、ね、スーパーファミコンって書いてあったよってスーパーファミコンですよ。完全に頭がおかしいですよね。結局僕が卒業のねその女の子に書いてあげたのはスーパーファミコン一言で一言スーパーファミコン。多分ねその時ね僕ね結構ゲームにハマってたんで、それ多分スーパーファミコンがすごい欲しかったと思うんですよ、ね、多分そんだけの話なんですけどでね、今日の本題に行きたいんですけど、久しぶりに見てね、おこれはっていうのがあったんでちょっと撮りたいなと思ってもみじさんにお願いしてちょっと撮らせてもらってるっていう状況なんですけれども、はい、じゃあマシンの方ねちょっと早速見せてもらいたいんですけども、ちょっと出してもらっていいですか。はい、はい、見えますか、映ってますかね。これですよ、ランチボックスですよね。はい、そう。はい。これのね、ドリフトバージョンをまたもみじさんが作ってくれたということなんですけれども、作ろうと思ったきっかけは何ですか？きっかけはですね、ネットでですね、まあインスタ見とったらですね、はい、ランチボックスで、ドリフトをやってるっていう人がおって、あ、いいなと思って、で、僕もやりたいなと思っとって、でたまたま YouTube 見てたら、はいはい、これでドリフトやってる人がいたので、ちょっと参考にさせてもらったっていうところです、概要欄の方にちょっと、ね、そこのリンクも貼っておきますので、もしそちらも見てください、はい、そんなにねワイルドウィリーの時は結構いろいろやったんですけど、フロント周り、これもうあんまりやってないですね、いじるのはそんなに。あのねワイルドウィリーってね、このドスログ動画でも何回も特集してるんですけども、もうめちゃめちゃみんな苦労したんですよあれ。もう最初ね、ヒデさんっていう三河の人かな、がいるんですけれども、作ってきて走らして、もう最初ひどかったですからね。で、走りませんでしたっていう動画になっちゃったのは ね、ありましたよね、うん、あれが15万再生ぐらいってねで、まあ、あれからいろいろ試行錯誤を重ね、改良を重ねて、まあ、ちゃんと走るようになったっていう風なんですけどね。それで森水さんも作ったっていう風ですよね。そうですね、はい、まあそれと比べるともうこれ本当にね、そんなにやることないっていうか、もう本当にいろいろ買う必要もなくて、とりあえずドリフトはできますよっていう、なるほどなるほど、じゃあねちょっと中身見せてもらってもいいですかね。はい、さあレッツチェケラーズ、英語の風に言うとね。じゃあちょっと中見せてくださいね。はい、ランチボックスですね。ちょっと今夕日を浴びてるんですけれども、こういう形でタイヤはこれ、今 R さんにチャンス、柴田さんのね超でかいタイヤですよねを履いております。こういう感じでね、かっちゃいいですね。ね、かっこいいですよ ね。これね、ウィリーした時にねバク転防止って言ったんですかね。そうですね、そういうローラーもついてますかね。はい、じゃあちょっと中の方見せてもらっていいですか。まず走るようにするために苦労した点っていうのはどこですか。フロントかな、やっぱり。まあドリフトやるんで、やっぱり切れ角は大事ということで、切れ角アップをやってます、はい、まずやったこととしては、サーボホーンを、よく動くように延長してます、はい、サーボホーンの延長ね、はい、はい、あと、
ノーマルだと全然切れないので、はい、よく切れるようにするために、うん、一旦これを外してもらって、でこの中の、シャフトを一回抜いて、はい、で反転させてます。あ、なるほど。これ一回ホイール取ってもらってもいい？はい。これね、ナックルがこんな感じでついてます。はい、見えますか？これ本来であれば逆だよね。そうですね、これ裏返して付け直してあります。で、この六角ハブがついてるんですけど、これはそういうスペーサーが売ってるんですよね。そうですね、これは変換の六角ハブがあるんで、うん、はいはい、これを付ければあの普通のホイールが、これちょっとどこのメーカーか分かんないんですけどね、もし分かる人いたらあのちょっとコメント概要欄に書いておいてもらってもいいですか。そうですね、はい、はい、じゃあここが一番の肝だね。そうですね、はい、皆さん分かりましたか。で、あとは、まあ、横浜さんですね、はい、ボールエンド、ボールエンド LG がついておりますという風だね。まあ、基本的にはこれだけですね、はい、足回りはもうそのままノーマル、ノーマルです。ノーマル、前後ノーマルっていうのはね、はい、はい、で、はい、メカ類がアンプ、これどこのやつ？アンプはこれはタミヤの、あのブラシレスモーター、あー、アンプっていうね、はい、アンプと、まあ、モーターもタミヤのブラシレス、はい、16ターン、これよくあるやつだね。はい、はい、で、ジャイロがディライク、ディライク、ギルディジャイロね、はい、はい、で、サーブは双葉、サーブは双葉、はい、なるほど、なるほど。で、あの走らせるようにするために、うん、あのちょっと苦労した点とかっていうのは、まあ、やっぱりね、ハンチングはしますんで、はいはいはい、そのハンチングを、まあ、いかに抑えるかってところ、なるほど、なるほど。で、あと、まあ、これすごくあのキャンバー変化が大きすぎてですね、はい、まあ、すぐこの、もう一回言わせてもらっていいですか、こんな感じですね、こんな感じで、はい、すごい、これ大変だね、はい、これもう走ってる時にもうすでに動いちゃうんで、ああ、そうすると走ってる時にもアッカーマン動いちゃうもんね、はい、なるほど、なるほど、そこですね、慣れるしかないかなって、なるほど、なるほど。まあこんな感じになっております。じゃあね、どのぐらい走るのかっていうのをね、ちょっとまた見ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい。